はい、どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。全部合わせて、こんにちは、こんにちは、こんにちはでございます。今回ですね、ちょっと真面目な話でございます。岸田総理の、子供誰でも通園制度、2024年から開始を表明っていうところの話について、させていただければと思います。ここね、ちょっとここが、あれかな。これね、カバーがね、このハンドルカバーのところがちょっと、出ちゃったかな。はい、話をしていきます。内容なんですけれども、2024年から、岸田総理が表明しているところなんですけれども、こう働いているかを問わず誰でも時間単位などで柔軟に利用できる子ども誰でも通園制度についてというところなんですね。で、速やかに全国的な制度とすべく2024年度から、制度の本格実施を見据えた形でモデル事業を実施したいと表明しましたというところなんですよ。で、視察先の千葉県松戸市で記者団の質問に答えましたと。で、要はね、今まで保育園っていうと、この等級が決められてく、等級というか、これ、すいません、なかなかピンとこない方は、いらっしゃると思うんで、ちょっと解説します。保育園に預けるときって、お子さんを預けるときって、0歳で預けられるんですよ。で、そこの保育園で、例えば52週からと、あ、52週じゃねえや。46週からとか、42週からとか、あとは、だから、生後、生まれて0歳で、10ヶ月とか、もうちょっと、引くと8ヶ月とか半年、あれちょっと最短何だったかな、園によって違うんですけど、預けられるわけですわ。で、そのためにはどうしたらいいかって言ったら、申請をするんですよね、行政に。この保育園の、その自分のお子さんを預けるための申請をするんですよ。で、それを、この社会福祉協議会の中で、審査するんです。で、まず、1番。これ、点数が決められるんですよ。ポイントが決められるんですよ、これ。で、就労、正社員で就労しているか。そして、他に預ける人がいないか。で、要は、正社員で、やむなく、預けなきゃいけない人。で、働かなきゃいけない。と。ね。これ、例えば、一番最強なのは、母子家庭で、実家が遠く、正社員で働いている女性の子供っていうのは、ポイントは一番最大値まで上がります、これは。これ言うと、いやいやって言われそうなんですけど、これ最大値まで上がりますよ。まず母子家庭でプラス行くんですよ。だって、旦那さんがいれば旦那さんの協力得られますよねっていうのが入るんで。で、これ審査の方に私一回参加したことがあるんで、見たことがあるんで、これはわかるんですよ。まず、話し合いがあるんだよ。で、母子家庭じゃさ、旦那さんいないじゃん。父子家庭もそうですよ。要は片親。で、なおかつ仕事してます。で、フルで働いてますと。なおかつシフト制とかね。で、実家に協力得られないんですか？いやいや、実家遠いから無理です。で、実家の、親も働いてますみたいなね。で、そしたらさ、子供預けないと、働けなくて生計がうまくいかないじゃないですか。そしたらもう、保育園に預ける以外、日本経済上の問題としては、これ無理なんですよ。じゃあ、この人どうなります？この母子家庭二人。生活保護になっちゃう。生活保護ってことは、税金を投入しますよね。でも、この人たちが働けば、社会保障費は無料です。むしろ、税金を払いながら、社会保障費も払うということで、いいわけです。だから、そういう形で、ポイント制なんです。じゃあ、次に、ポイントが上がるのは、両方揃ってます。旦那さん働いてます。自分も働いてます。っていうか、自分も働いてます。奥さんも働いてます。だからさ、最近さ、このフェミニスト界隈のさ、この動きとかのせいでさ、この発言もめんどくさいっすね。なんかある意味。なんか、じゃあなんだよ。今のこと、くだばきてめえみたいに言われそうだよね、今のもね。旦那さんも働いてますって言うと、子供を見るのは母親の役目なんか、それって男女平等と違うんじゃねえかって言われそうだけどさ、いや、違う。いや、はっきり言うよ。はっきり言いますよ。今の言葉って何か文句あります？逆に女性の方に言いたいんですけど、自分がまず主ですよ。ね？
で、旦那さんが働いてます、自分も働いてますって言って何が悪いのこれ。例えば、じゃあさ、逆に言うよ、裁判やって、親権取るっていう話になった時に、90%、もう9割9分でもほぼほぼだよ。女性が浮気したとしてるんだよ。女性の浮気が原因だ、の離婚だったとしても、親権とか監護権はほぼ女性が持つじゃないですか。なんでかって言ったら、これ法律っていうのは、価値観っていう要素が入ってくるんですよ。そうすると、子供にとってみれば、母親がいた方がいいという固定観念に縛られてんの。父親だってさ、子供のこと愛してるよ。でも女性が浮気して、ね、離婚っていう風になったとしても、女性が親権取れるんだから、日本っていい国じゃん。ね、それをさ、まあ、フェミニスト界隈の人がワンワン言ってくる。これ男女不平等でしょうよ。日本、まあいいや、この話すると、まあ、怒れそうだからな。炎上しそうだな。なんだけど、なんか自分の体から生まれたとかさ、なんかいろんなこと言うけどさ、なんか別に良くない?なんか、いち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 さ、なんかさ、そんなに不満?そんなに不満なの?そんなに男のこと嫌いなの?フェミニストの人たちって。なんか、ちょっとさ、話それますけど、なんか、いちいち騒いでるけどさ、なんかさ、てか、そもそもさ、子育てってさ、自分の子供の面倒を見るのってさ、当たり前なんじゃないんかな。で、てかさ、本当に前も言ったけど、なんか子供にとってね、で、あなたのことを見るのが大変なのよって言われた子供だってさ、そんなこと言わないでよって。僕とか私のことを見るのが嫌なのって、子供を目の前にして、言うって言うとまたなんかいろいろ言われそうだけどさ、まあ少なくともですよ。私が子供だったら母親とか父親にそんなこと言われたら傷つきますわ。うん。ね?傷つくよ。でさ、結局さ、遺産相続とかもそうなんですけれども、自分が辛い状態でこいつが楽してるってのが嫌だからっていう風な、この比較級でさ、批判するじゃないですか。でも、旦那さんも頑張ってるし、奥さんも頑張ってんだから、それぞれじゃないですか。そんなに嫌だったら子供作ったきゃよかったじゃん。これ、フェミニストの人たちにも言うよ、これ、あえて。自分で産んだんだよ。子供からしてみりゃさ、別にさ、よくさ、子供は親を選んでくるとか、天使だとか言うけど、そんなに嫌だとか、子育てが大変だ、うんぬんつってさ、そんな嫌だったら産まなきゃいいじゃない?だってか、ていうか言うよ、もうはっきり言っちゃうよ。子供を作るっていうことの行為しなきゃよかったじゃん。欲に任せて。そんな嫌だったら。自分で作ったんでしょ?っていうふうに思うわけですよ。ね?でも社会保障費でみんなで、独身のね、人たちとか、別に、要は、もう、本当に現役なんだけど、子育て終えた人とかの、話で、そういった人たちのおかげでね、社会保障費が賄われてるわけで、子育て環境では、まあ、徐々に、ほら、それは、なってるわけよ。で、じゃあ、自分の子供がね、将来を支えていくんだっていう風な話の意見もあるかもしれないけど、本当にそう?日本経済全体を支えますか?自分の生活でいっぱいいっぱいって言ってる人たちいっぱいいるじゃないですか。ね?まあだからなんか社会保障の話すると本当にね、論文で何枚書くのかわかんないし、講義で、大学の講義でどんくらいかかるかわかんないぐらいの話になるんで、もうね、単純にね、なんかね、言えないよね。本当にさ、だからさ、なんかさ、子供産んだから偉いみたいなさ、言い方やめようよ、別に、ね。で、あともう一つ。まあ、これはこの後話しますわ。うん。まあね。で、岸田総理がね、子育て支援施設を訪れ、子育て中の母親、父親、まあ、やばい、ばばばばばって、なんか一時預かりから専門員への子育て相談とか、仕事や勉強とかできるコワーキングスペースを完備されてます、なんつって。で、意見交換を行ったって言って、これ、はしょりますわ、ここら辺の話は。なぜかって言ったら、つまんねえからだよ。つまんねえですよ、これ。っていうところからの、
夕方に開かれる子ども未来戦略会議では、政府の出た、はい、異次元の少子化対策の具体的方向性を示した方針案が示されますが、岸田総理が創設を表明した子ども誰でも通園制度も盛り込まれていますっていうことで終えるんでね、記事内容としてはね、そこまでね、なんとかっていう話なんだけど、まず一つとしては、岸田総理が言っている、岸田総理裁判で俺のこと訴えるのやめてね、異次元の少子化対策とか言ってるんですけど、何言ってんのこいつ。本当に。アホなんじゃない、うん、アホか、本当に。異次元の少子化対策、なんなの異次元のとかって。異次元すんなよ。そのままにしてくれ。少子化対策でしょ。ばらまいたってしょうがないし、減税すりゃいいんだよ。で、そもそもなんですけど、日本のデータで、結婚している人たちが、子供を産むというのは、もう比例関係なんですよ。で、要は、婚姻率を上げない限りは、出生率って上がらないんですよ。そうでしょ？未婚の状態で子供作らないじゃないですか。そこがいいよね、日本人って本当に。うん。まあ、そうやって未婚の母とかね、いるけども、未婚の父とかいるけれども、いますが、とはいえ、結婚したら子供を作るんですよ。で、まあ、その不妊治療とかってね、不妊治療の保険適用っていうのが始まってるので、そういった方たちはね、本当治療を受けながらやっていただければと思うんですけれども、基本的に結婚したら自分の子供を作るっていうことの、このロジックになってるわけで、婚姻率を上げなきゃいけないわけじゃん。で、そこで異次元の少子化対策とか言ってるんだけど、また社会保障費をね、やってくるわけ。そして今回のポイントなんですけれども、これツイートもさせていただいたんですけれども、まあ、要は一時保育ってあるわけですよ。保育園って。まあ、要は一時預かりです。一時預かりっていうのは、仕事をしてなかったとしても、預かれるんですよ。保育園って。お金を払えば。で、それを、こう、拡大してるということなんですよね。で、一時預かりとかで預かると、まあ、経営者側っていうのは、儲かります。で、実は私ですね、人材業をやりながら、いろんなことを言ってることがあるんですけど、保育、まあ、コメディカルですね、そこをやりながら、何を目標にしてますかって質問されるんですけど、毎回言ってることがあるんですよ。これ言うとさ、チャンネルバンクなんじゃないかなとかって思ったりとか、批判すげえ食らいそうなんですけど、社会福祉法人をぶっ潰そうと思ってるんですよね。思ってますよ。何なんですかね、社会福祉法人って。あれは。まあ、信頼できる社会福祉法人みたいに言ったりするんですけど、いや別になんで？社会福祉事業じゃないですか、保育園って。そうでしょ？で、それで補助金事業でやってて、社会福祉法人っていうのは、基本的に休みは少ないですよ。少ない。年間変形労働制取ってたりとかして。これね、これ不思議なことなんですよ。普通の一般的なサラリーマンの場合っていうのは、週休二日とか完全週休二日が定着してるじゃないですか。この完全週休二日制と週休二日制っていうのは、違うんですよ。完全週休二日制っていうのは、土曜日、日曜日、休んだら、振り替えがあって、完全に、週間で、二日が、毎週取れるのが完全週休二日制なんです。週休二日制っていうのは、週に二回休み取れると。だから、六連勤してたとします、一週間で。ね。翌週、二休、要は土日休み。これ週休二日なんです。だから、年間休日で言うと、124日以上とかがないと、完全週休2日になってないんですよ、ほとんど。まあ、例えば、祝日があったとして、ゴールデンウィークあるじゃないですか。そうすると、ゴールデンウィークって連休と取るじゃないですか。で、その時に、まあ、3、4、5が、例えば、水、木、金、3、4、5が水、木、金で。休み取りました。で、土日で休み取ります。そうすると、3、4、5、6、7、5連休ですよね。なります。でも、翌週から、
収録、収録、収録、つって。うん。だから3、4、5で休日取ってるから。うん。これ週休2日なんですよ、これが。合計数だから。でもこれって完全週休2日じゃありえないんですよ。3、4、5祝日で休んでます。翌週から、じゃあそこも土日休みです。その翌週も土日休みです。これが完全週休2日制なんです。うん。でも社会福祉法人ってね、年間変形労働制なので、3、4、5で、もう5連休取ったでしょって言ったら、そしたら5月は前、その、5月はゴールデンウィークの第1週目が連休なんですけど、2週目以降は収録、収録、収録なんですよ。勤務が。収録勤務ですよ。6日働いて1回休み。6日働いて1回休み。6日働いて1回休み。きついでしょ？きついですよね、これ。はい。でも、これが社会福祉法人です。NPO 法人もそうなんです。これはまかり通ってるんですよ。うん。まあ、1日休めばいいよね、つって。で、経営者はさ、いいよね、別にね、数字見ながらさ。まあ、自分、てか、むしろ自分たちの経営の話だから、経営者は別に好きなようにやればいいじゃん。なんですけど、現場の人たちにとってはどうです？ゾッとしません？ゴールデンウィークで5連休取りました。でもその後3週間、収録勤務なんですよ。全部。で、これ別に全員が、国民全員がそうだったら、まあ、きついなーと思いながらやるんかもしんないですよ。いや、きついんじゃ、でもさ、きついからさ、完全週休2日制ってなってるわけじゃないですか。で、きついんですよ。いや、きついじゃん、実際。一日、寝て終わるじゃん、その日って。でも、介護とか、まあ、要は福祉関係の仕事って、これが、常識なんですよ。そうすると、学校って完全週休2日じゃないですか、土日休みで。で、しかも大学生なんかはさ、特にさ、なんか休み多かったりしますよね。講義の関係があるから。まあ、アルバイトやってたりすると、また別なんですけども。でも、そこに、社会人としてパーンって入って、いや、今まで土日学校休みだったのに、急になんか6連勤とかさ、そんな感じ。そしたら人なんか来ないよって。そうすると、じゃあ株式会社さんが、どういう風にしたかって、保育業界とか、あとはその福祉業界ですよね。介護業界とかに参入して何したかとか、完全週休2日制にするんですよ。そしたらそっちに人が集まってくるわけ。うん。いや、まあそれは当たり前のことですよね。うん。で、この一時預かりの拡充っていうことになってくるんですけど、これ、ね、名前をさ、なんか結局はさ、岸田総理さ、名前をこうやって、なんか勝手に言ったけど、これ一時預かりの延長だからね。何子供誰でも通園制度とかって。いや、一時預かりの保育って子供誰でも通園してますよ。うん。この人は。なんかさもなんかすげえことやってるみたいなね。言ってるけど、何言ってんのこれ。アホだね。アホなんじゃないですか。で、その子供誰でも通園制度って言ってさ、まあ要は、保育園のね、シフトっていうのは1ヶ月単位で決まるんですよ。はい、来月どういう風に休みますかとか、休み欲しい日ありますかつって1ヶ月でシフト組みました。でも誰でも通園なんつってさ、いや、明日多く来ますよって言って、で、保育士指針ってもあるんですけど、まあ、要はね、まあ、1対3って言って、0歳児さん3人に対しては、保育士さん1人っていう風に決まってんすよ、配置基準っていうのが。うん。で、これを配置していかなきゃいけないじゃないですか。で、保育士さんのシフトがさ、バーって1ヶ月前から決まってるにもかかわらず、ね、誰でも通園なんて言って、あ、この日多くなるからって言ったってさ、拡充できないじゃないですか、保育士さん。そもそも足りてないんだから、今。うん。足りてないじゃないですか。で、それで、じゃあそこにやるって言ったら、保育士さんのさ、現場の人が負担きますよ。で、同時に、都心の保育園は待機児童問題っていうのがあって、そこそこね、まあ区によってですけど待機児童いるんですけど、地方は園児が足りないって言ってんだよね。いや、本当に。園児さん足りないんですよ。だから経営がうまくいかないみたいなね。で、東京都にもありますよ。園児さんがいないっつって。人材やってたらさ、その職員の紹介より園児さん紹介してくれって言われたことありますよ。本当に。で、学童がむしろ今は足りなくなってるというふうに言われてる部分もあったりして、まあ、少子化だから当たり前なんですよね、これ。そうすると、まあ、これ、言うなれば、
エンジさんが足らないなっていう風な、もう、要は経営関係ですよ。思ってる園にとっては朗報。園児さんが多く集まっている保育園にとっては悲報。っていう話ですね。ええ。だから、もう本当にね、もう10年とか言わないよね。5、6年経ったりすると、どんどん保育園は潰れてっちゃうんじゃないかなと言われてます。2025年問題なんていうの話もあって、特に幼稚園ですね。幼稚園はね、もうひどいっすね。保育園に一回入れるじゃないですか。ずっと保育園なんですよ。0歳から見てて、そこから、3歳に編入なんてやらないんですよ、あんまり。だから幼稚園はどんどん子供園化してるんです。うん。だから幼稚園でね、定員割れしてたりするんですよ、意外と。うん。っていうのもあって、まあ、だからこれはあれだな。まあ、これもある意味少子化対策っていうふうに言ってるのかもしれないですけど、保育園の経営対策っていう面も、あるのかもしれないなっていうのは、ちょっと思ったりはしますね。はい。というところで、まあ現場は疲弊すんね。相変わらず現場は疲弊しますよ。だってさ、園児さんが足んなくて、経営がうまくいかないなっていうところは、保育士さんも少なくするわけじゃないですか。にもかかわらず、たまに来るような、よくわかんない突発的なことに対して、臨時収入を得るので、運営者側としては、受け入れますよってやりますよ。でも、人を雇うってことはさ、一回雇っちゃったら、辞めさせることってなかなかできないわけじゃないですか。そうするとシフトがね、乱れるよね、これね。ということで、まあ、ちょっとグダグダっぽい話なんですけど、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。じゃあね、バイバイ。まあいいから減税しろよ、岸田さん。